すする TV。 ゼレゼレ、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、8月も終わった今、あえてすするに来たのはこちらです。どん、東武スカイツリーライン独協大学前駅から徒歩2分くらいのところにあります高野目さんにお邪魔してます。前にも2回ほど来たことがありまして、その時はラーメンと混ぜそばをすすったんですけれども、夏の期間中は限定で冷やし中華もやっているということで、周りの方からもねすごくいい評判を聞くので、早速行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ高野目さん、ショー結成です。今回はもちろん冷やし中華に豚1枚もプッシュしました。コールは野菜、ニンニク、油、唐揚げ、ガリマヨでお願いして待ってた。こちらが高野目さんの冷やし中華に豚1枚、コール全部です。ふぉーい、これぞ二郎系冷やし中華といった堂々たる盛り。そしてなんと店主さんがほぐし豚をサービスしてくれました。ありがとうございます。それではいただきます。まずは油のかかった野菜から。ひゅー、たっぷりの背脂とシャキシャキな野菜のコンビネーションが抜群。ダイエットをしている OL さんなんかにもいいんじゃないでしょうか。そんな経済学はさておき、ここで鶏チャーシューの登場。一口で食らってみると、バヒュー、ハーブが効いたさっぱり味で夏に嬉しいタイプです。ではまたどんどん野菜を食らっていって、お次は分厚い豚。こちらはがっぷり食らいついてみると、しっかりと味が染みていて、肉肉しい食感と大いなる力を与えてくれます。さあ今度はガリマヨと唐揚げを絡めて野菜を食らっていくと、もう無限に野菜を食べられるんじゃないかと錯覚するくらいうまくて、ガンガン進んじゃいます。ではいよいよそこから引っ張り出した麺とご対面。ちなみに冷やし中華はある程度野菜を残して絡めてすすった方が好きかもという統計が出ていますよ。さあそろそろ全体的に混ぜ切れたところで、1-2-3で、はい、すずるー、でねー。冷水でしっかり締められたムッチムチの麺は超強力で、タレやガリマヨのジャンクな辛みもより一層すすりを助長します。そしてさらに時折唐揚げのピリッとさも感じられて、9月末まですするを止められません。さあここで店主さんにサービスしてもらったほぐし豚を食らってみましょう。超めめー、脂身、柔らかさ、味しみ、すべてがベストでめっちゃうまい。こんなに美味しいものをサービスしてくれて本当にありがとうございます。てな感じで、そんな激うまほぐし豚を麺と絡めてすすったりと、最後までジャンクワールドに酔いしれながら本日も完食です。大変美味しくすれました。二郎系冷やし中華の最高峰といっても過言ではないんじゃないでしょうか。それではボンゴースレイ、はい、ごちそうさまでした。いやー、高野目さんに行ってきたんですけれども、なんでもっと早い段階で来なかったのかっていう、自分を責めたいですね。背脂ドレッシングがかかったサラダから、キンキンに冷やされた自家製の極太麺とかも全部美味しかったですね。あと特別にいただいた豚ほぐしもめっちゃ神がかってましたね。あれすげえうまかったですね。もう夏も終わりに近づいてるんですけど、9月の30日までやってるらしいので、皆さんもぜひ行ってみてください。ごちそうさまでした。それではすするの公式キャッチフレーズ、高野目さん、夏の終わり。はい、背脂ドレッシングがかか背脂ドレッシングがかかったったった背脂ドレッシングがかか背脂ドレッシングがかかったったった終わり。